はい、今日はお家で簡単美味しいジャムの作り方を紹介したいと思います。材料はですね、薬ウコン、これちょっと日本で手に入るかわかんないんですけど、粉末はね手に入ると思うんですよ。薬ウコンと、これがウコン、普通のウコンね。で、レモングラス、これはねさっきね庭から取ってきたので、その動画もちょっと上の方に載せておきます。はい、で、これがシナモンですね。で、これが、生姜なんですけど、赤生姜、色がねちょっと赤っぽい、ちょっと今分かりにくいかもしれない。あったら分かるかな、ちょっと分かるかな、ちょっと皮の周りが赤いんですけど分かりづらいかな。これね赤生姜なんですよね。はい、で、まあ、甘みにこれグラメラって言ってヤシ砂糖ですね。ヤシ砂糖を使います。日本だったら、まあ、黒砂糖とかでもいいのかなって思います。で、最後に、まあ、水ですね。これ今こう1杯入ってるんですけど、私はだいたい2杯、これにね2杯ぐらい使って、煮出してるうちに出来上がりは1杯半ぐらいになります。はい、これをねもうお湯で煮詰めるだけなんですよ。はい、じゃあちょっと作っていきたいと思います。はい、切った材料を全部入れて、あとは火をつけて30分ぐらいですね煮込みます。で、煮込んだ後に最後にグラメラ入れて出来上がりです。めっちゃ簡単でしょう。グラメラを最後入れます。これがね溶けたら出来上がりです。出来上がりです。最後ボトルに入れるとだいたい1本半ぐらいになりましたね。でこの色がちょっと黒っぽいのはグラメラ、あの砂糖の色ですね。はい、ジャムーのね詳しい効能については説明欄に書いておきますので、またよかったら見てください。